カイウォーカーの居場所だ。教えてもらおう。奴はそれをどこへ。目的は果たした。武器を捨てて、それで何を得た。父親だ。アイデンは裏切りを犯したが、だが出る、お前には失望した。アズカ、彼女に手を出すな。お前は後悔することになる。デルミーコとクルーの死体は片付けておけ。コルスは放置しろ。アイデンが追ってくるでしょう。それが目的だ。練習するのは認めたけど、これはやりすぎだわ。平気だってママ。それとももう年？私が年？なら教えてあげるわ。正しく安全な X ウィングの飛ばし方。コルスから通信。もっとかかると言ってたはずなのに。アイデン、シュリブだ。座標を送る。今すぐに来てくれ。分かったわ。おじさん、顔を見るなんて久しぶり。久しぶりだ、ゼイ。それで何なの？お母さんはどこだ？彼を探してるわ。久しぶりね、シュリブ。デルはどこに？俺はジナタ星系でレジスタンスのために調査を。リザレクション計画というやつだ。人が消えていて、オーガの将軍はファーストオーダーを疑ってる。そうしたらピリオでスキャナーがコルースを見つけたんだ。何があったの？何も。もぬけの殻だ。惑星は採掘されて丸裸か。そこら中探したが、デルはいなかった。それで船のログを探ってこれを見つけた。ピリオの前、アシュラに寄ってる星系の淵だ。なら誰かがパパの消息を。だといいけど、他に何も手がかりがない。シェリブ、アシュラに進路を。了解。デルはいない。なら彼に頼まれて、ジナータセキュリティに多くの人がさらわれて。もう信号を妨害されてる。ジナータセキュリティの船だ。グレブの手下ね。どうしたの？敵が現れた。シュリブ、あなたはブリッジに残ってサポートをお願い。ゼイ、急だけどあなたならいけるわ。じゃあハンガーで。アシュラの住人は連中に家族をさらわれたと言っていた。また狙いに来たんでしょ。おめえとこちらポチュニキ、今かい。コルースに着く。直ちに投降しろ。我々は容赦しない。その言葉、そっくり返すわ。
グレムの言った通り。まあ試して聞いたにする。さらばだコマンダー。どうする？相手ゴルースをフリゲートの横につけられる。そっちで他の船を落としてくれればな。小惑星とレーザーを同時には避けられない。スターファイターと輸送船よ、どっちに攻撃を集中する？全部落とすわ。しっかりついてきて。小惑星にも注意を。敵撃墜。大丈夫、教わった通りにやる。さすが。Thank you.
高い。最後に降伏のチャンスをあげるわ。グレムに金をもらっている以上降伏はしない。仕事を最後までやり遂げさせてもらう。アイデン、リーマ海岸エドワンスターファイターでそっちに向かった。かなり改良されてるようだ。大型の護衛機も非確認。リーマ海を引きつけるから護衛機を。ねえボス、遅いわ。フリゲートが残ってる。ママ待って。終わりよ。オポチュニティが投降したわ。え？リーダーをやられてすぐに降参？私が奴らに浸透ミサイルを全弾撃ち込んでやると脅したせいかもしれない。ゼイ、コールスはもう何十年も武器を積んでないわ。でも奴らは知らない。そうね。よくやったわゼイ。それだけじゃない。奴らに全て聞いた。グレブはリザレクション計画に近づいたデルを捕らえたんだ。グレブはどこ？聞いたら驚くぞ。Thank you.
アイデン、なんでゼイをコルースに残らせた？アシュラで立派に戦った貴重な戦力だろう。グレブとの関わりに巻き込みたくないの。ゼイに私の過去を知られるのと、それを目の当たりにされるのは同じではないわ。そうだな。雪は降るのか。いいね。雪じゃないわ。これは灰よ。診断作戦で生み出されたもの。何十年も前に壊滅した都市の名残。そうか。俺は口を閉じとくよ。アイデン、見ろ。何？あの光は。ファーストオーダー。間違いない。奴ら何を。いい。グレブを見つけてデルのことを聞く。その後レジスタンスに戻って状況を確認して。まだ住人がいるとは聞いてた。グレブもあの後バードさんを見捨てたものと思っていたけど。いいか、